平成30年8月15日、阿蘇市浪野の道の駅浪野神楽園にて、第35回浪野高原納涼祭りが開催されました。開催に先立ち、浪野高原納涼祭り実行委員会の古澤真一会長が、毎年恒例のお祭りとなりました。皆さん最後まで楽しんでくださいと挨拶し、佐藤義興阿蘇市長は、今年で35回目を迎えます、皆さんと高原のお祭りを楽しみたいと思いますと挨拶し、祭りがスタートしました。開式の後、ヤマメのつかみ取り大会が始まり、参加した子どもたちは逃げ回るヤマメを上手に捕まえていました。ステージではカラオケ大会やリズム B3 によるダンスの発表、地元の子どもたちによる太鼓の演奏がありました。後半は中江岩戸神楽33座の一つ、八雲払いが浪野中学校の生徒らによって演じられ、見事な演技に会場からは大きな拍手が送られました。また人気の携帯ゲーム機や大きなくまモンのぬいぐるみなどが当たるお楽しみ抽選会がありました。最後は1000発の花火が打ち上げられ、夏の夜空に美しく輝いていました。